コーリー・ウッドンは、ニュージャージー州、ラザフォード出身の元アメリカンフットボール選手。現役時代のポジションは、ディフェンシブエンド。大学進学時には、コネチカット大学、ルイビル大学、ノースカロライナ州立大学からもオファーを受けたが、ノースウェスタン大学へ進学した。2005年には3試合に出場した後、首の負傷でシーズンを棒に振った。2006年には、 チームのサックリーダーとなった。2008年には10サックを挙げて、ビッグテン・カンファレンスのファーストチームに選ばれた。2010年の NFL ドラフト前には高い評価を受けていたが、4巡でシカゴベアーズに指名されて入団した。その年12月20日のミネソタバイキングス戦で初サックを挙げた。このプレーで相手 QB のブレッド・ファーブは脳震盪を起こし負傷退場した。 これが、ファーブの現役最後のプレーとなった。2012年の第6週、ジャクソンビル・ジャガーズ戦では2サック、1ファンブルフォースの活躍を見せた。第9週のテネシー・タイタンズ戦では、パントブロックされたボールをリターン t d している。この年7試合の先発出場を含む全16試合に出場し、7サックを挙げた。2013年、ヘンリー・メルトン。 ネイト・コリンズが負傷したため、第5週のニューオーリンズ・セインツ戦では、ディフェンシブタックルでプレーした。この年3.5サック、35タックルを挙げた。2014年3月20日、ミネソタ・バイキングスと1年契約を結んだ。ありがとうございます。